どうも皆さんこんにちは、シャクバスです。今私はですね、新千歳空港におりまして、今日はですね、ANA のねダイヤモンド仕様の、帰りっていう感じで、今回ね、おまけ路線ということで新千歳空港からですね羽田空港に戻りたいと思います。で、今回ですね、前回でも言ったかもしれないですけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラスがですね、どうもね発見できなくてですね、1時間ぐらい格闘したんですけども、ちょっとねいくらやってもできないということで、ね、クリックできないんですよね。パソコンでやってもスマホでやってもね、 MacBook とかで変えてねやってもダメだったんですよね。ちょっと時間がもったいないということで、今回はね ANA の特典航空券で札幌からですね羽田まで帰りたいと思います。で、今回ねせっかくこの新千歳からですね羽田に帰るということで、今回ですね ANA の特典航空券でエアドゥに乗ってね、羽田まで帰りたいと思います。前回のね動画でも言ったと思うんですけども、エアドゥっていうのはですね、7月1日からね今キャンペーン中で、ソラシドエア2400マイルでね、この札幌から羽田までね特典取れるわけなんですけども、これがね V ポイントからソラシドエアのねマイルっていうのは交換できるということで、またねソラシドエアカードを持っていると1ポイント2マイルにね交換することができますんで、簡単に言うとですね、ポイントサイトのポイントが1200ポイントあればですね、この札幌から東京までですね特典航空券取れてしまうということで、今回ですね私は ANA の特典航空券で乗ってるわけなんですけども、これからねエアドゥ乗られる方結構多いかなというふうに思いますので、どういった感じのねフライトになるかっていうのはですね、皆さんにお見せできればなと思っております。でですね、今まだ朝のね9時ぐらいで、飛行機が飛ぶのが12時ぐらいということで、結構ね時間があるんですよね。ですのでちょっとね空港の中ね、軽く見ながらですね制限エリアの方にね行きたいと思います。ここね国際線とかも飛んでおりますので、ちょっと国際線とかのねところも見ていきたいなと思っております。それではね早速中の方に行ってみましょう。それでは中に入ってきました。今ね国際線の方に歩いてってるんですけど、当然ですけど人は全然いないですね。で、空港の中めちゃくちゃ広いですし、すごいたくさんお店あるんですね。私ね恥ずかしながら初めてなんですよ、ここ来るの。いやいいですね、すごい映ってるかな、すごいたくさんの動物のぬいぐるみですかね、すごいたくさんありますね。ああいう電動の映ってるかな、ああいう電動のカーもねあるんですね。いやここまでね広かったら嬉しいですよね。私はね運動がてら動く歩道っていうんですか、それも使わずね歩いております。お、やっと国際線の出発ロビーに到着しました。もう一個上に上がるんですね。上がっていきましょう。暗いな、これ入れるのかな、暗い、人がいなさすぎて、もしかして今飛んでないんですかね、ゼロなんですかね。あそこに乗ってるかも。ちょっと後で電光掲示板見に行きましょうかね。あ、飛んでますね。いや飛んでんのかな。ありましたありました。あ、やっぱりあれですね、飛んでなさそうですね。はいはい、到着しました、国際線カウンターです。いやこれは悲しいな、悲しいですね。ちょっとね奥にはなっちゃうんですけど、見えてるかな。あ、こっちだったらまだ見れますね、大丈夫ですね。いやー残念ですね。 ANA タイ航空ターキッシュ、あ、ニュージーランドもあるんだ。あ、すごい、中国南方航空エアチャイナ ANA コリアンエア KLM 等々ありますけども、いや全部残念ながらあれですね、表示は出てますけど全部欠航ですね。ちょっとね周りも本当にこんな感じで、これラオックスって呼ぶんでしたっけ、これも全部あれですね閉まってますね。もちろんそりゃそうですけど人も誰もいないですね。いやちょっとこれは悲しいな、早くね
今どんどんいいニュースが増えててますからね、海外行けるようになれるといいですね。暗い理由がね、分かりましたね。ということでチェックインしていきましょうかね。まあ、奥にねグルメワールドとかねあるんですけども、多分空いてないと思いますね。こちら側はこの先国内線になってるんで、多分そこに行けばね空いてると思うんですけど、いやーこれはちょっと悲しいですね。悲しいというか寂しいですね。こっちはあれなのかな、下に行けないのかもしれないです。行けなさそうですね。戻りましょう。では国内線に戻りましょう。本当はねこんな感じでお店がねあるみたいなんですけど、空ドムキとかあるんだ。残念ながらやってないですね。ということで国内線に戻りましょう。ちょっとねお伝えできているかわかんないですけども、ちょっと暗いんですよね。まあ人を利用する便がないんでね、電気も落とされてるっていう感じなんですね。それはね国内線の方に戻りたいと思います。ということでチェックインねしていきたいと思います。このね ANA プレミアムチェックインカウンターでしていきたいと思います。ないです。ということで、無事にチェックインしました。で今ねこの ANA スイートラウンジの看板の前にいます。まあちょっとねそのまま行けるんですけど、今入り口まで出てきた感じですね。まあね、こう見ていただければ分かると思うんですけど、すごい綺麗なんですね、新千歳空港。めっちゃ綺麗ですね。で、まだね、フライトまで2時間ぐらいあるんでね、ちょっとスイートラウンジゆっくりしつつ、その後ね、ご来も見たいなと思っております。ということで、ちょっとね、ラウンジの方でゆっくりしたいと思います。それではね、搭乗時刻もうちょっと早いんですけど、来ました。めちゃくちゃ綺麗ですね、新千歳空港。もう搭乗ゲート着きそうですね。ちょうど飛行機があるんで飛行機見に行きましょう。ちょっとね今顔見えたってたんですけど、今ちょうど入ってきたところなんですよね。この機体だと思うんですけども、これからね、羽田空港に向かいます。エアドゥです。で奥には JAL で、さらに奥にまた ANA とエアドゥもありますね。今ちょうど入ってきたところですね。タラップがくっつきそう。もうくっついた。これから、あんな感じで着くんですね。これを初めて見ました。今日乗るのはこちらですね。12時20分発のエアデですね。4720便です。ということで今ゲートの前にね、おりますので、しばらくねここら辺で待ちたいと思います。初めての、ね、エアデ楽しみですね。どんな感じなんでしょうか。ではここら辺で待ちたいと思います。それではですね、搭乗始まりましたので搭乗していきたいと思います。今回ね、グループ1番ということで、1番から3番の方も呼ばれております。では行きましょう。
しました。今回はボーイング767-300ですね。今回 41G という座席で一番後ろの座席なんですよね。いや、ここいいですね。もう国内線でシートを下げるとか基本しないんですけども、こういった感じでね、倒し放題ですね。でこちらなんですけども、安全のしおりとエチケット袋でしょうけど、特に USB とかはないですね。足元はこんな感じです、厳しい、2個分ぐらいですかね。足元思ったより広いですね。でですね、今のところ予約した段階だとね、お隣はいなくて、チェックインした時もね、今のところ隣はいらっしゃいませんって話だったんですね。隣席ブロックのまま行けるといいですね。まあ、こればっかりはわからないですけどね。で、窓の外もね、こんな感じで楽しみ的に気になってます。で、窓はね、2つあって、今ね、荷物を積み込んでいる最中でしょうか。今ね、そこのパネルが開いて、店奥にね、パネルが見えますね。JA613A ということで、記載番号ですね。記載番号になります。やっぱりね、ARU ということで、アナウンスとかもね、全部違いますね。まあ当たり前なんですけどね。この登場してる最中にね、ずっと流れてるんですね。こんな感じで、まだね、登場してる最中なんですけども、もうね、こんな感じで、まあ、ずっと流れているんですね。これはいいですね。登場してる最中って特にやることもないんです、まあ、楽しいって言ったらあれですけどね、こういった初めて乗る航空会社のね、こういうのを見るのは私は結構好きなことです。それはね、今回グループ1で登場しましたので、しばらくねドア閉まるのが一番変わると思います。これがね、Vポイント1200円分のポイントで乗れてしまってかなりやばいですね。ご搭乗の皆様、こんにちは。北海道のつばさ、エアブームをご利用いただきましてありがとうございます。アナウンスも全然違いますね。当機は間もなくドアが閉まります。電灯を発する電子機類は機内モードに設定するか電源をお切りください。これはね、かなり搭乗率低そうですね。まさかね、これが結構続々と乗ってくるのかと思ったら、もうドアが閉まるということで、かなりガラガラの状態で、飛ぶっていう感じですね。いやー、これは厳しいですね。全然行きがね、すごいパンパンだったので、ある程度乗るのかと思ったらそうでもなかったですね。ご案内いたします。それではもう間もなくドアが閉まりました。ドア閉まりましたね。皆様、指定の部席にお座りになり、シートベルトをお締めください。業務連絡ドアモード&それでは、リコーナーを待ちたいと思います。いや、楽しみですね。ご搭乗の皆様、こんにちは。北海道の翼、エアブームをご利用いただきまして、ありがとうございます。この飛行機は、エアブー20便、ANA 4720便、東京国際空港行きの共同運航便です。当便の機長は、しげさんが、ファンナーは中村。ご用の席は客室乗務員に遠慮なくお聞かせください。ただいま安全の確認を行っています。座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。手荷物は前の座席の下奥までしっかりとお入れください。またエアルームでは感染症拡大防止のため、機内ではマスクなどの着用をお願いしています。ご飲食時を除き、常にマスクなどの着用にご協力ください。着用されていない場合には、お休み中であっても乗務員がお声掛けする場合がありますので、ご了承ください。なお、飛行中頭上から酸素マスクが出てきた際には、ご自身のマスクは外し、酸素マスクを直接お付けください。これより安全に関するビデオを上映します。皆様の安全や緊急時に関わる重要なご案内ですので、必ずご覧ください。
ご搭乗ありがとうございます。エアドゥは北海道の翼として安全な空の旅をご提供いたします。それでは安全のビデオをご覧ください。 Thank you for flying with AirD. Please spare us some of your time.シートベルトは腰の低い位置でしっかりと締めてください。Please fasten your seatbelt tight and low. 外す際は金具の片方を持ち上げます。Lift the flap to release the belt. ベルト着用サインが消えていても突然の揺れに備えシートベルトは常に着用してください。 Please keep your seatbelt on throughout the flight, even when the seatbelt sign is not on. 機内は化粧室内を含め禁煙です。 The following actions are prohibited by law. Smoking on board.携帯電話など電波を発する電子機器は使用できません。安全を阻害する行為は法律で禁止されています。 Use of electronic devices that emit radio waves or other acts that threaten the safety of the aircraft. 手荷物は収納場所に確実に入れてください。 Put your baggage in the compartments. 膝の裏側、通路、非常口には置かないでください。 Do not leave it in the aisles or near the emergency exits.この飛行機の非常口は前方、中央、後方にあります。近くの非常口を確かめてください。The locations of the emergency exits in this aircraft are shown on the safety leaflet. Please confirm your nearest exit. 視界が悪いときは誘導灯に従って避難してください。When visibility is poor, follow the guidelines to evacuate the aircraft. 酸素マスクは必要なときに出てきます。Oxygen masks will drop down when necessary.マスクを強く引くと酸素が流れます。To start the flow of oxygen, pull down the mask firmly. 鼻と口に当て、バンドで長さを調節してください。Place it over your nose and mouth and adjust the straps. お子様をお連れの場合は、保護者が先につけてください。Put your mask on first before helping others. 緊急の時はシートベルトをしっかり締め、衝撃に備える姿勢をとってください。In event of emergency, fasten your seatbelt and take brace positions.救命胴衣は座席の下にあります。 A life vest is located under your seat. 袋から取り出します。頭からかぶり留め金をかけます。紐を左右に引いてしっかりと締めてください。 Remove the vest from the pouch. Pull it over your head and fasten the buckle. Pull the strings to tighten them. 乗務員の指示に従い非常口または翼の上で引き手を引いて膨らませてください。When instructed by the cabin crew, inflate the life vest by pulling the cord at the emergency exits or on the wings. 膨らみが足りないときは、チューブから息を吹き込みます。To inflate more, blow into the tubes. 非常口には脱出用スライドがあります。Each emergency exit has an escape slide. 脱出の際は、手荷物は一切持たず、ハイヒールは脱いでください。Do not carry any baggage and remove shoes with heels.両腕は前に伸ばし、上体を起こして滑ります。Slide down while sitting and stretch your arms forwards. 援助する際は、スライドの横に立ち、体を引き起こしてください。When assisting passengers, stand to one side and help them. 滑り降りた後は、機体から速やかに離れてください。Quickly move away from the aircraft. 安全のしおりを必ずご確認ください。Please read the safety leaflet carefully.最後までご覧いただきありがとうございます。それでは出発の準備はよろしいでしょうか。 Thank you for your time. Now, are you ready for takeoff?
は、まもなく離陸します。シートベルトももう一度お確かめください。飛行時間は1時間20分を予定しています。しっかりお締めください。気流の
の影響で揺れることが予想されます。客室乗務員も着席いたします。化粧室のご使用はお控えください。ということで、かなり揺れるみたいですね。次の内容をお客様ご自身でお確かめください。シートベルトを腰の低い位置でしっかりお締めください。お使いになりましたテーブルと座席のリクライニングを元の位置にお戻しください。手荷物は前の座席の下奥までしっかり置いてください。 USB 電源のご使用はお控えください。なお化粧室のご使用などで座席をお立ちにならないようお願いいたします。ないって言ってしまったんですけども、USB あります。ちょっとね、見づらいかもしれないんですけども、映しますね。座席の右下にですね。ここですね。ここに USB ポートありました。失礼しました。いや、いいじゃないですか。USB ポートはかなりありがたいです。先ほどね、機内アナウンスで気づいたっていう感じですね。いや、もっと早くしてたら使いたかったですね。まもなく着陸ということです。完全に雲の中で全然見えないですね。ここの方はちょっと明るくなってるんですけど、窓ガラスにですね、ちょっと確認できれば、皆さんの意味は分かんないですけど、雨がね、ついていますね。まだ晴れない空間まで雨強いのかもしれないですね。それでは羽田空港到着いたしました。ドア開くまでしばらく待ちたいと思います。それではね、飛行機を降りました。本当に今回のエアドゥ搭乗証明書までいただいちゃって、すごいいいフライトでしたね。それではね、今回も傘を預けてますんで、傘だけねゲットして、帰りたいと思います。ということで羽田空港到着いたしました。今回ですね、 ANA の特典航空券で、まあちょっとね、ユナイテッド航空のマイレージプラスがね、やっぱりどうやらねエラーだったみたいで、他の方もねできない方もいらっしゃったということで、今回ね渋々 ANA マイルの特典航空券7500マイルを使ってね、利用させていただきました。まあエアドゥね、初めて登場いたしましたけれども、やっぱりね利用したことない航空会社って非常に楽しいですね。まあ、またね、まあ今回ね、私がビデオ等々をね撮ってたら搭乗証明書をねいただけたりっていうのはかなりラッキーですね。嬉しい限りですね。まあこういったのもですね、まあ
タイミングが良くてねもらえたわけですけど、ね、やっぱり飛行機乗る人からするとこういうの嬉しいですよね。ということで今回ね ANA のダイヤモンド仕様のおまけ路線ということで、動画ね撮らせていただきました。今回はねこんな感じで終わりたいと思います。私はねちょっとねこれからとあるホテルの方に向かいたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。